アブラツノザメは、ツノザメもクツノザメ化に属するサメ。これまで、全世界の艦隊に生息すると思われていたが、2010年に、北、太平洋に住む者は別種であるとされた。それに伴い北、太平洋に生息する、個体群の学名は、スキラスアキャンサイアスから、スキラスサコリーイに変更された。それに伴って、英名もノースパシフィックスパイニードッグフィッシュとなった。 以下の記述には、スキラス・アキャンサイアスに関するものが混在している、可能性がある。北、太平洋の温帯や、寒帯域の大陸方付近に分布する。生息推進帯は0メートル900メートル以上で、海底付近に多い。海遊魚であり、群れを作って分布範囲を広げることもある。低温海域の北方では、比較的浅い深度にも上がってくる。 最大全長1 6 0トル、体重9 1 0 0ム。平均的なサイズは70から1 0 0トル。体型は細長い流線型。肺側の体色は灰色から褐色で、腹側は白色。体側には白色斑が多数見られる。尻びれはない。2機の背びれ前縁には弱い毒ゲを備える。おつかには流気線がある。おひれ乗用に、 血骨はない。両角馬は同型。歯には深い血骨があり、先端は甲角を向く。歯列全体で一連の歯炎を形成する。深海の底生物と北方海域の浅い海の沖合に生息し、低生成生物や魚類、甲殻類や軟体動物などを主食にしている。耐性。非体板形成型。産死数は1から15尾で、平均6から7尾。 生まれた時の大きさは20から33センチメートル。胎児の背びれ前と毛は軟骨性の膜で覆われ、母体を傷つけないようにしている。メスは76から78センチメートル12年で成熟し、ほとんどのオスは約60センチメートル6年で成熟する。寿命は長く平均25から30年。天敵は自分よりも大型の魚類やアザラシ。 トドなどの海生哺乳類のほか水ダコにも捕食されることがある。水族館でも同じ水槽で飼育されていた水ダコに攻撃されて死亡した例がある。日本の漁獲量は1910年頃から増加傾向となり、1952年に5万トンとピークに達した。その後減少し、近年は3から4千トンの横ばい傾向となっている。ピーク時は、 沖合漁業の主対象となったが、現在は他漁師との混格や小規模漁業が中心とみられる。主な漁場は津軽海峡周辺で、水揚げ量は北海道、青森県、宮城県で大半を占める。世界的にはアメリカ、カナダで漁獲量が多く、FAO の調査では2000年の漁獲量は約3万トンだった。サガンボトモロモ参照アメリカでの漁獲の様子。 油津のザメの煮付けサメ類の中では微味な種の一つとして食用とされている。日本では東北を中心にムキサメと呼んで切り身が販売され煮付けや照り焼き、フライや唐揚げなどにも使われるほか頭や卵など多くの部位が食用となる。魚肉練り製品原料や安価なフカヒレとしても利用される。青森県の津軽地方には煮込んだ頭からほぐした肉と軟骨を 大根おろしや味噌であえる、すくめという郷土料理がある。和名が示すように魚油が多く得られ、大正期から戦後にかけて、干油の原料とされた。1950年頃まで、国際的にビタミン A の原料として、漁獲量が急増したが、合成技術の発達により10年ほどで急減した。現在は、軟骨エキスなど、サプリメントや化粧品の原料として需要がある。 初期は魚化成肥料としての需要が中心で、現在はペットフードや観賞魚用の餌、魚粉の材料としても用いられている。本種は丈夫な種であるため、水族館や実験施設などでも飼育され、教育用の解剖素材にも利用される。アブラツノザメの卵は、うなぎの完全養殖におけるレプトケファルスの餌になる、唯一の原料として知られているが、 油ツのザメの量自体が少ないので大量養殖は困難なのが現状である。そのため、これに代わる餌の探求が続けられている。日本では一部漁業者による小型魚や高齢魚の再放流や漁獲量上限設定などの取り組みが行われている。ありがとうございます。